竹光くん、はい、日本一手は奥下竹光くん、はい、日本維新の会の奥下拓光でございます。大臣、朝から、ずっとご苦労様でございます。私ですね、今日本日質問させていただくのはちょっと専門的な質問ばっかりですので、政府参考人の皆様方にお答えいただきますので、どうぞ、ご休憩していただければと思います。じゃあ大臣、では、質問に移らせていただきたいと思います。総理が挙げられております、デジタル田園都市構想をはじめですね、各自治体のスマートシティ構想や、ギガスクールと、通信のインフラ整備をより整えていく必要があると考えますが、こういった答弁の際には、必ず 5G の整備の答弁が出てくるわけですが、他にも、通信手段がいろいろある中でですね、5G の整備が前提であるといったような印象を受けるのですが、そういった理解でよろしいでしょうか。総務省総合通信基盤局長、二宮誠司君。お答え申し上げます。 5G は 4G までの高速をさらに進化させました。超高速に加えて超低遅延、多数同時接続といった新たな特徴を有し、農業、観光、エンターテインメントなど幅広い産業への応用が期待されております。このため 5G はデジタル田園都市国家構想の実現に大変重要なものでありますが、この 5G に加えまして、光ファイバー、データセンター、海底ケーブルなどのデジタル基盤もデジタルサービスの利用に不可欠なものでありまして、これらのデジタル基盤を組み合わせて整備を進めることが重要でございます。総務省といたしましては、5G、光ファイバー、データセンター、海底ケーブルなどのデジタル基盤の整備に向けて、一体的かつ効果的な対策を推進するための整備計画を今年度末までに策定する予定でございます。こうした取り組みを通じまして、デジタル基盤の都市と地方での一体的な整備に取り組んでまいりたいと考えております。奥下竹光君。ありがとうございます。そういった前提ではなかったということですが、いくつかのですね、自治体、私の地元の吹田市とか、いろいろ話をしたところですね、私同様にそのように、受け取っている、職員さんであるとか、議員さんがいらっしゃいました。今現在ですね、5G、はですね、通信会社頼りのところもあるのかなという、頼りのところが多くですね、今現在、普及していっているとはいうもののですね、まだまだちょっと足りないんじゃないかなというふうに思っております。ぜひですね、他の手段でも、先ほど今答弁いただいたように、整備を進めて、環境づく整備を、整備を進めていただける環境づくりに、していただければと思います。その中でですね、一つの手段として Wi-Fi というものがあると思うんですけども、この 5G と Wi-Fi の、メリットとデメリットをご教示ください。総合通信基盤局長、二宮誠司君。お答え申し上げます。 5G と Wi-Fi の主な違いといたしましては、通信の安定性、コスト及び設置者が挙げられます。通信の安定性の観点で申し上げれば、 5G は免許が必要な無線局でありますので、通信が安定してつながるという特徴がございます。一方で Wi-Fi は免許が不要な無線局でございまして、他の無線システムと周波数を共用いたしますので、利用環境によっては通信状態が安定しない場合があるといった特徴がございます。またコスト及び設置者の観点で申し上げれば、 5G 基地局は1局あたり数百万円以上するもので、当該周波数の免許を受けた携帯電話事業者などが設置するものに対しまして、Wi-Fi のアクセスポイントは1台あたり数万円から数十万円程度で、免許不要局でありますので、地方公共団体や店舗のオーナーなど自由に設置をすることが可能でございます。以上申し上げたとおり、両者それぞれの特徴があると承知をしております。奥下竹光君。ありがとうございます。今ご答弁いただいたように、それぞれ良し悪しがあるとは思うんですけども、例えるならですね、5G は、チャータートラック輸送で、データを送っているようなもので、Wi-Fi は大手物流会社のような、混載便輸送のものなのかなというふうに捉えておりますが、今ご説明していただいた以外にもですね、確かに、
挙げたらキリがないんですけども、特徴があると思います。ぜひですね、それぞれの、いいところを補っていただいて、いいところと悪いところを補っていただいて、適材適所で生かしつつ通信網の拡充をしていただきますようお願いいたします。次の質問に移らせていただきます。総理は、高齢化や過疎化などに直面する地方においてこそ、オンライン診療、ギガスクール、スマート農林水産業などのデジタルサービスを活用できるよう 5G、データセンター、光ファイバーなど先ほど答弁いただいたような整備が当然計画されており必要であると答弁されておりましたが、今現在 5G の基地局の整備状況で、また総務省が把握している公衆無線での整備状況をご教示ください。総合通信基盤局長、二宮誠司君。答え申し上げます。5G の整備状況につきましては、2020年度末時点で基地局数は約2万1000局でございます。また全国の事業可能性のある地域につきまして、10km 四方のエリアごとに親局となる高度特定基地局を整備しておりますけれども、この高度特定基地局が整備をされておりますエリアの割合は 16.5% でございます。公衆無線 LAN につきましては、総務省が昨年度実証した調査によりますと、大手通信事業者など12社による提供数は63万1000カ所と承知をしております。奥下武光君。ありがとうございます。合わせましてですね、総務省内の建物内での職員の皆様方の通信環境についてお教えください。総務省官房サイバーセキュリティ情報課審議官、高知圭介君。お答え申し上げます。総務省では職員向けにですね、総務省 LAN という業務用のネットワークを整備提供しております。この総務省 LAN では庁舎内に無線 LAN による通信環境を整備いたしまして、業務用端末、これいわゆるパソコンでございますけれども、これを庁舎内のさまざまな執務室や会議室に持ち運び、効率的に業務や会議を行うことを可能としているところでございます。奥下武光君。ありがとうございます。さすがに管轄省庁だけあってですね、整っているようですが、先ほど申し上げたように 5G 等はですね、通信化していないところもあり、民間企業ですから、やはり、基地局を建てる建てないというのは採算が合うかどうかという計算が当然入ってくると思います。地方やですね、離島にこういった基地局を作るかといったら、まず作らないと思います。やはり採算が合わないと思うんです。そういった地域にもですね、デジタルサービスを広げていくには、5G だけじゃなく、先ほどおっしゃっていただいたようなあらゆる手を使って通信整備を整えていく必要があると思いますので、どうぞですね、計画通り進めていただきますようよろしくお願いいたします。次の質問に移りたいと思います。デジタル田園都市国家構想を進めていく中で、総務省は国内3万カ所のネットワーク環境設備がなされ、またギガスクール構想では学校内の環境も 98% 整っているとのことですが、地元吹田の学校の状況を確認しますと、全校ですね、1ギガビットバーパーセコンドの契約をしているようなんですけれども、やはり状況によってはつながりにくいといった状況があるようでして、今後そういった秋に向けてですね、増強を考えているとのことなんですが、こういった問題を一つずつ対応していくことがデジタル田園都市国家構想を進めていく上で重要だと考えますが、文部科学省のご見解をお聞かせください。文部科学省学習基盤審議官、森剛君。お答えいたします。今ご指摘のありましたギガスクール構想の下、類似の予算措置により現在一人一台端末や校内 LAN などの整備はおおむね完了しているところでございます。他方、その本格利用が始まる中で、地域や学校によってはご指摘の通りネットワーク回線の速度が十分でないなど、さまざまな課題も顕在化しているところでございます。
このため、平成3年度補正予算等によりまして、学校の ICT 活用を無償的にサポートするギガスクール運営支援センター整備事業を実施し、全国一斉に学校ネットワークの点検やその応急対応などに取り組むこととしております。文部科学省としては、このような取り組みを確実に進めるとともに、学校のインターネット回線の高度化について、関係省庁と、しっかりと連携しながら取り組んでまいりたいと思います。なお、先生ご地元の吹田市につきましても、この運営支援センターで、回線のアセスメントをする予定と伺っています。奥下武光君。ありがとうございます。このコロナ禍で、急速に進めたギガスクールです。本当は数年来かけてやるべきものを、1年でパッとやってしまったというところもあって、いろんな問題が見えてきていると思います。これからですね、そのちょっと、そういった問題を整えていく時期かなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。合わせましてですね、同じくスマート農林水産業を進めていく上で、通信環境についてはどのような状況であるか、農林水産省の見解を、お聞かせください。中村博之農林水産副大臣。お答え申し上げます。農村地域の高齢化が進展する中で、担い手不足が、大きな課題となっております。生産力の向上と持続可能な農業経営の両立を図って、若者にとっても魅力のある産業にしていくためには、デジタル技術を活用したスマート農業を推進していくことが重要であります。そうした中で、令和元年度から農水省で実証しておりますスマート農業実証プロジェクトにおいて、地域によっては情報通信環境の整備が不足をしているといった声も聞かれているところです。このため農林水産省としましては、今年度から 農業農村インフラ管理の省力化、高度化を含んだスマート農業の実装を促進するため、光ファイバーや無線基地局等の整備に対する支援を開始をしたところであります。また農業農村における情報通信環境の効率的な調査、計画、整備手法に関するガイドラインを今年度中に策定をするとともに、官民連携の推進体制を構築し、個別地区の構想づくりなどへのサポート活動を進めるなど、技術的な支援にも取り組んでいくところであります。今後とも総務省と連携をし、農村地域の情報通信環境の整備に努めてまいる所存でございます。以上です。奥下武光君。ありがとうございます。やはりですね、今ご答弁いただいたように、全体的に、いろんな角度から見てもですね、まだまだちょっと、インフラ整備が足りないのかなというところだと思います。総務省の管轄範囲では、足りているという認識なのかもしれませんけれども、実際使用している国民の皆様はじめ、新しく、産業を起こしていく側からすれば、もっともっと、整備を整えてほしいという声が実際にあるところでございます。ギガスクールにおいてもですね、通信整備ももちろんなんですが、端末機の問題も今後出てきます。現在は国の予算で端末機を購入できておりますけれども、5年後以降の端末機購入費用の各自治体の負担は計り知れません。経済格差がですね、そのままデバイスの格差と教育格差につながる可能性もあります。今地元の自治体では、そういった問題意識を持って取り組んでいこうとしております。多分全国的に今後同じ問題にぶつかってくるとは思うんですけども、また同じタイミングでの買い替え時期になってですね、端末機がまた足りなくなってくる恐れも出てくるかと思われます。もしちょっとこれ事前通達していないんですけども、もしお答えいただけれるならお答えしていただきたいんですけども、今申し上げたような問題意識はですね、文科省さんとしてお持ちなんでしょうか。もしお持ちであるならばですね、何らかの対策を検討されているということでしたら、差し支えのない範囲で教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。文部科学省森学習基盤審議官。お答えいたします。今ご指摘いただいた買い替え時期 のデバイスの件につきましては、非常に大きな課題だというふうに認識しております。で、他方義務教育ではないその高校教育において今 BYOD 要するに持ち込み型であったり、またその自治体がそれぞれ その財源を活用して用意をしたり、さまざまな取り組みが行われております。そういった取り組みなどもですね、積極的に参考にさせていただきながら、数年後必ず来るであろう買い替えの時期についての検討を文科省の中でしっかりと進めていきたいと思います。奥下武光君。
ありがとうございます、まあ、そういった、問題意識を持たれている地、自治体ではですね、もうこの秋からも予算を組んで取り組もうとされていますので、どうかですね、早い段階でそういった、指針を示していただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。次の質疑に移りたいと思います。デジタル庁ではですね、各省庁の垣根を越えて通信整備を整えようとされているとのことですが、現在のもし進捗状況とかあればご教示願います。デジタル庁審議官インド修作君。お答えいたします。ご指摘の政府のネットワーク環境でございますけれども、これまで各府省単位で整備されてきておりまして、省間の連携とかですね、利便性、費用対効果等の面で課題があるというふうに言われてございます。そのため現在デジタル庁ではですね、デジタル社会の実現に向けた重点計画等に基づきまして、各府省のネットワーク環境の統合を進めているところでございまして、具体的には現在令和4年度においてはですね、デジタル庁に構築するネットワーク環境に人事院、農林水産省と統合すべく作業を進めているところでございます。今後とも各府省それぞれのネットワークのですね、更新時期等も踏まえながら、このような取り組みの拡大に取り組んでまいりたいと思います。奥下武光君。ありがとうございます。まあ、この国会内でもですね、衆議院の Wi-Fi 飛んでるんですけども、僕も実際何回か試しましたが、すごく遅いんですね。逆にもつながない方が早いぐらいでストレスしかないんです。まあ、管轄省庁が違うんであれですけども、今現状としては各お部屋各政党で、Wi-Fi を、Wi-Fi とか、契約されているような状況のようですので、ぜひですね、この永田町とか、霞ヶ関含めてですね、まあ、管轄は違うのは十分存じ上げておりますが、その垣根を飛び越えていただいて、大きな、まあ、なんていうんですかね、回線を引いていただくなりしてですね、この仕事環境の改革をしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。次に、電波の安全性についてお尋ねします。5G の、電波がですね、人体に及ぼす影響について、さまざまな論文が発表されていますが、人体に及ぼす影響は実際どのようなことが考えられるのでしょうか。また、こういった健康被害を理由に 5G を禁止する海外の都市もあるようですが、このあたりの見解もお聞かせください。総務省総合通信基盤局長二宮誠司君。お答え申し上げます。電波が人体に及ぼす影響につきましては、これまで世界各国で60年以上にわたりまして研究がなされております。 5G 等の携帯電話が使用する周波数帯においては、生物が非常に強い電波にさらされたときに現れる熱作用、体を温める作用でございますが、生体作用として知られているところでございます。我が国におきましては、国際ガイドラインにも準拠いたしました電波防護指針を策定をしておりまして、この中で無線局から発射をされます電波が熱作用によって人体に悪い影響を及ぼすことのないように、十分な安全率を見込んで基準値を定めているところでございます。 5G を含めまして、基準値以内の電波利用を図ることで、通常の日常生活において電波で人体に悪影響が生じることのことはないと認識をしております。委員ご指摘のとおり、諸外国では例えばイタリアの一部の自治体でございますけれども、 5G の停止を求める条例等が採択をされていると承知をしております。これらにつきましては、科学的根拠に基づいた措置ということではなく、あくまで予防的な措置を求める民間団体の意向を受けて実施をされていることが多いのではないかと認識をしております。なお現時点におきましては、健康への影響を理由に 5G の導入を見送った国はございません。今後も引き続き安全性を十分に確保しながら 5G の導入を進めてまいりたいと考えております。奥下武光君。ありがとうございます。人体に影響があるといった論文を僕も読ませていただきました。
僕自身というか僕の子供もまだ3歳でですね、ちょっと心配なところもあったんですけども、まあ、確かにそういう煽るようなうまい書き方をしているなというのが印象的なんですけども、まあ、同じ世代のお父さんお母さんからも同じようなご質問をいただくこともあります。今、ご質問、ご答弁いただいたように、まあ、影響がないということですので、まあ電波は、ね、目に見えないだけに、まあ、存在しないことの証明はなかなか困難で、それが余計に、まあ、この電波だけじゃなくて放射能とかいろんなところで言われております。なかなか難しいと思ってます。それが不安につながっているんだと思いますけども、まあ、先ほど答弁いただいたように長年の国内外での研究、熱作用と刺激作用といったものだけの科学根拠しか得られていないということですので、引き続きですね、安全性確保のために、科学的検証を積み重ねていただきますようよろしくお願いいたします。最後にですね、本日の答弁を、いただいた、やはりですね、5G と Wi-Fi とかその他いろんな通信、機器の拡充を、さらに進めていく必要があると考えます。現在 5G においてはですね、導入推進課税の見直し等をされておりますが、Wi-Fi 含め、光ファイバー等もですね、今後こういった拡充していくために必要な施策を打っていただけるお考えがあるのかお聞かせください。渡辺浩一総務大臣政務官。奥主義の質問にお答えします。 5G は次世代の基幹インフラとして期待されており、高度かつ信頼性のあるシステムを早期に社会実装することが重要であることから、税制での推進を講じているものでございます。一方 Wi-Fi につきましては、先ほども政府参考人から答弁した通り、 5G と異なり、まあ、無線局免許が不要などの特徴があります。また店舗、ホテルなど公共施設等のほか、一般の家庭にも広く普及しており、機器の価格の低廉化も相当に進んでいると承知しております。従いまして、現時点では Wi-Fi に対象を絞ったですね、形での税制措置の創設等は想定しておりませんが、これは Wi-Fi の重要性を否定するものではございません。 5G だけではなくですね、Wi-Fi 等のさまざまなデジタル技術を必要に応じて適切に使い分け、活用していくことが重要と考えております。このような観点に立って、企業や自治体等のデジタル実装の取り組みを促進してまいりたいと思っております。この際、政府より発言を求められておりますので、これを許します。文部科学省学習基盤審議官森剛君。大変失礼いたしました。先ほど私の答弁でギガスクール運営支援センター整備事業につきまして、令和3年度補正予算等により始まっているところを平成3年度と申し上げました。このことについて、訂正させていただきたいと思います。大変申し訳ございませんでした。奥下武光君。ありがとうございました。今までの日本の国土強化理念というのはやっぱり公共事業だったと思うんですけども、それが小泉内閣以降、縮小されてきております。必要な、ね、公共事業はやっぱりやっていくべきだと思いますが、これからの時代はですね、通信インフラの整備、これも合わせてやっていく必要があると考えております。東日本大震災の時にですね、光ファイバーの断線等により携帯が使えなくなったりとか、そんな中安否確認ができなくて大変困った、そういった状況がありました。30年以内には南海トラフ地震も必ず起こると言われております。そういった際にですね、今まで経験したことを生かして今から施策を取っていく必要があるんじゃないかなと強く思っております。Wi-Fi とかもですね、Wi-Fi だけじゃなく、いろんな通信も無線とか、その震災規模によってですね、どんだけ被害があるか分かりませんけども、いろんな手段で、やはりこれから、連絡が取れるような、そういったことを想定してやっていっていただけたらなと思います。これからの、いわゆる Z 世代の方たちはですね、携帯番号を必要とせず、SIM も必要としない、そんな時代になってきていると思います。
まあ、通信インフラが整うことによりですね、携帯の使用量も必ず下がるはずですけども、まあ、菅総理の大号令によって、携帯の基本料金を下げていただきましたけども、 5G の基地局を、建てれば、まあ、事業ベースで考えたらやはり莫大なコストがかかるんで、それらが基本料金に跳ね返ってくるはずなんですね。ですからやっぱり、いろんな手段講じていく中で、例えばですね、NTT の、公衆電話の回線、これ今ほとんど使われておりません。こういったものをもっと見直していただいて、まあ、再利用という方が正しいかどうか分かりませんけども、さらなる活用法を考えていただいたりしてですね、こういった、これからの通信インフラの整備に、利用していただけたらなというふうに考えております。まあ、2025年関西万博をですね、一つの、目標時期として、まあ、通信整備を整えていっていただきたいと思うんです。まあ、世界からの評価、日本はまだまだ通信においては後進国であります。万博にを目指して、ね、こう通信インフラを整えていくことはもちろんなんですけども、万博後も、ここに、人物金を呼び込む、こういった仕組みを絶対作っていく必要があります。むしろそっちの方が大事だと私は考えておりますので、まあ、この、通信網を拡充していただくことによって、さらなる日本のブランディングを高めていただき、日本に、より経済が、ね、回るような仕組みを作っていっていただけたらと思います。そういったことをお願いして、ちょっと早いですが私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて奥下武光君の質疑は終了いたしました。次に中